よし、やっていきましょう。レバーナインっていうフリーホラーゲームをやっていきたいと思います。で、ゲームのページによると、ということで、このタイトル画面から何も想像はできないんですけど、ある一部の方が反応しそうなホラーゲームだったんで、ちょっとやっていきたいと思います。ニューゲーム。Time to get this job done. お、ポン。あ、同じだね。この学校、上岡スクール、上岡学校、その学校の中で超常現象が聞こえてきて、まあその中になんかモンスターっていうか何かがいるから何でも殺してくださいと。マジか。で、This might come in handy. お、携帯電話、スマホを使ってモンスターを見つけると。で、左クリックでモンスターを実体化させる。あー、まあとりあえずちょっと、I might need this.一旦、おぉ。Time to go. うん。で、あ、で、今スマホか、左ね。そして、いや、いない。あ、なんか今光った。なんかいる？ブレてる？あ、ここ学校か。よいしょっと。これピアノか。特に、何も、なんか、ライトの点滅あるけど、特に何もないね。で、いいね。誰かいる？何か反応あるかな？ノーゴーストって書いてあるから、いないんだよね。あ、学校だ。いいね。学校ってだけでいいよ。ただちょっとね、スルーっていく。うん、スルーってこう、止まんない。この、ルイージみたいな。氷ステージみたいな感じになってる。誰かいる？特に今ショットガンは E ボタンで切り替えられる。いるかな、何か。教室、あ、ここは何もない。何もないね。ただすげえ荒れ果ててる。廃校なのかな、ね。誰かいる？お、ビュー、これどうすんだ。今いたね。どうやって実体化させるんだ。あ、いる、あ、いる。今いたね。あ、いるいる。あ、あー、でこれをこうやって、もっと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 、どこだ、どこだ、今いたよね。こっちか、こっちだ。ここらへん。あー、おしおし、64。下がんないでくれ。こっちか、あー、いたいたいた。100、100になったら、クリック。いや。100、100、100。98。下がんないでくれ。どこだ、どこだ、どこにいるんだ。あ、ここだ。ここに近い。どこだ？うわ！今いたな。あ、今いたぞ。ちょっと待って。今いたね。なんか逃げてったね。待てい。あ、いる。いるぞ。どこだ？あ、いや違うな。ここら辺だな。いるぞ。ここ、ここら辺。やっと分かったぞ。なんとなく分かってきた。どこだ？ちょっと滑るから。ここだ。ここにいる。ここにいるぞ。さあ、どん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 。そうだ。下がんないで、39。下がんないで。どこだ？どこにいるん？見えてないよね。画面、スマホの画面には映ってない。あー、いたいたいた。こう、こう、こう、こう。どこにいる？いや、下がんないでくれ。
こらへんか。あ、いるいる。言いましたね。なんか能面、能面じゃないこれ。これ能面じゃないですかこれ。能面を着た化け物が出てきましたね。でもすごいなこれ。なぜなんだ。でどこ行った。で、あ、いるね。どこだ。うん。ここ何なんだそういえば。お風呂場？なんで学校にお風呂場が？旅館か？どこだ？あ、今いたね。ここにいる。ここだね。逃げないでね。行きますよ。どこだ？こっち。行け！いた！ほら！うわぁ、うわぁ、倒した。金庫カンコン、金が鳴ったんでじゃあ帰ります。おぉ、なんか明るい。いや、いけない？まだいる？もしかして。まだいんの？いや、倒したよね。これで終わり？まさかエンディングない。これすごいな。これだけすごいリアルなんだよな。なんで？どうして頑張んなかったの？うわー、でも散らばってる。Time to go. で、ちょっともう一回やってみよう。ここにいる？今いたな。ここにいるぞ。ここにいます。行きますよ。ここにいるぞ。もうちょい。あんまね、動かない方がいいんだな、こう。ぐるぐる回してた方が近い。あ、いるね。ここ。緑になったら OK。ここ。黄色。緑。いきます。ここ。なんだこの化け物は。待て。あ、消えたんじゃない？ここだな。さあ、来た。はい、来て。逃げないでね。どこ行った？あ、行った。え、キモ！ほら。待って。うわー、すごい。ごめんね。あ、また消えた。どこ行った。いた。ここだね。赤、黄色、緑なんだ。行きます。どこ行った。はい、いた。待てい。はい。ちょっとかわいそう。こっち向きにしたい。ほら、能面してるから。これは何なんだ。はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。
このゲームが某ホラーゲームに似てると思った人は、ぜひね、高評価とチャンネル登録、そしてたくさんのコメントお待ちしております。このゲームのダウンロードは、下の概要欄、説明欄に記載してあるんで、ぜひともプレイしてみてください。それでまた別のホラーゲームでお会いしましょう。では、空中歩いております。